の人たちチラチラこっち見てるんですけど。見るな、アクア。目を合わさず足早にここを立ち去るのが特色だ。あ、行っちゃった。なぜだ、自然な形でアピール。どこがよ、あんたたち演技が大根すぎ。ここはやはり私が一肌脱ぐしかないわね。カズマ、カズマ、郵便受けに荷物が届いていた。俺宛に？こ、これは！あら、ここに、これは手。あの、何を考え、リビングで女性もののストッキングを見ながらニヤニヤ。違う！これは勝手に送られて。変態ですか？よっ。待ってくれ！ラクネス、メグミ、俺の話を聞いてくれ。夜の変態！半径5メートル以内に近づかないでください。カズキャラ、あの踊り子たちのせいでパーティー内での俺の立場がどんどん悪化して。アクア、ついてこい。あいつらに文句。このスバ本当に大丈夫なのか。大丈夫。見つけたぞ、このクソ。おっ、ティーター、いきなり頭を叩かないでよ。すでにバカなんだよ。変なものを家に送りやがって。お前のおかげで仲間に変態扱いされたんだぞ。そうよそうよ、すでに変態扱いされてるとはいえ、あんなの送ってこられたらダメ押しになっちゃうじゃん。お前は一言多い。迷惑をかけたのなら謝ります。ねえ、わけや、実荷物が。ああ我が力見るがいい。エクスプロージョン。お前何やってるんだよ。荷車まで。ショーをするには衣装代やステージ代とか。でもあの時ねえ赤。え、もちろんです。君はいいやつだな。あ、ね、だいっそこのスバ。キャラエピソードとこのスバストーリーはキャラとの絆を深めると解放されます。